さあ続いてご紹介する匠の作品は同じく生活を彩る技能、日本ファッションクリエイター協会による SDGs を踏まえた匠の作品です。お話を伺いするのはファッションクリエイター協会会長柳井さん、同協会副会長五十嵐さん、同協会常任理事中野さんです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速洋裁の匠の作品ご覧いただいておりますが、それでは柳井さんご紹介お願いいたします。日本ファッションクリエイター協会の作品は SDGs をもとにして、あの匠の技を入れながらいろんな作品を作りました。例えばこのスカートは斜めに倍ずっと取れてるもんですから、余った生地で、横に残った生地でこういうバッグを作ったりしています。それとこれは古いコートなんです。コートだったんですけど気に入ってたので、そこを全部バラバラにして、これバッグとこのベルトにしました。それで同じ、これはバイアスに切った布なんですけど、こちらは何枚も重ねた生地をカットするというスラッシュキルトっていう技法なんですね。でやはりあの古いあの捨てるような生地をよみがえらせるためにこういう手法を用いて作りました、はい、これは鶴丸の作品です。それでこちらはやはりシルクなんですけれども、シルクの非常に難しい、縫うのが大変なんですけれども、これを縫って、はい、その後にこういうバッグをこのベルトが取り替えられるんです。こう外して取り替えられるようなベルトを、いろんなベルトを作って楽しんでいます。そんなところ、ありがとうございます。それでは続いて五十嵐さんご紹介お願いいたします。あのこちらのコートは縮むシートを使って作ってます。で、あのこちらが 30%、 こちらは 15% の縮むシートをひたすらミシンで縫って仕上げてます。で襟だけにキルトの綿を入れてふっくらとさせました。でこれは裏地の方も着物地を使って作りました。でこちらのパンツの方は、一応あの、まあ、ここに紋が入ってるんですけども、やはりこちらも黒の喪服を使って作っております。そういう感じで仕上げてきました。ありがとうございます。それでは最後に中野さんご紹介お願いいたします。はい、今回はトップスで帯を使用いたしました。ちょっと帯固めなのでちょっと苦労いたしましたけれども、なんとか仕上がりました。で中はウールのロングスカートを組み合わせ、まあ、これは普通なんですけれども、その前にあのスパンコールの素材を前だけに合わせて、ちょっとこう華やかにさせてもらいました。はい、一番のポイントはちょっとここが難しかったかなと思います。帯の硬さというところ、そこが一番的に技術的に難しかったです。ありがとうございます。それぞれの匠の技が光る素敵な作品のご紹介ありがとうございます。柳井さん、五十嵐さん、中野さん、改めましてありがとうございました。